ました。ピオのマイフェイバリットハイドウェイカフェへようこそ。 MC のピオです。今日もよろしくお願いします。はい、この番組ではピオの大好きな方に毎月お越しいただいて、隠れ家カフェでまったりおしゃべりをするように楽しいひとときを過ごしていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、あの素敵なゲストの方がもうそこで待機していただいてるんですけれども、その前にちょっとだけごめんね、私の告知とあとスポンサーさんの紹介をしてから、あのゲストの方登場していただきますので、もう少々お待ちくださいませ。はい、最初にピオのリットリンクお願いします。はい、今はい、ラジオパーソナリティとして毎月1回こちらで放送させていただいております。よろしかったらね、ぜひスポンサーさん募集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それからちょっとベース出してもらってもいいですか。はい、ちょっと待ってね。はい、あ、そこのリンクからいけないかな、リットリンクからベースに。今ねスタッフさんがねドタバタしてるからちょっと待ってね。あ、出た、ありがとうございます。はい、あのこの布ライナー取り扱っております。基本的にはね、使い捨ての布ライナーということで、生理痛が重い方とか、あとは下着でかぶれちゃう人、そういう人にねお使いいただきたいなと思っているんですけれども、あの今回あの年明けに震災あったじゃないですか。そういう時って、震災の時ってね、なかなか下着とかが毎日交換できなかったり洗濯できなかったりするじゃないですか。そういう時にあのこういう布ライナーを当てておくことで下着を清潔に保てるので、もしよろしかったらね、防災セットの中に一つ入れておくといいかなと思います。そういう使い方されてる方もとても多いので、よかったらぜひ私のこのベースの方からお持ち込みいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ね、こちらはあのアミーの、ね、12月かな、出ていただきましたけれども、あのゆきえさんのところでね作っている使い捨ての布ライナー、オーガニック 100% の、1ヶ月土に入れといたらもう溶けてしまうという、本当にね純粋なあのコットンを使っておりますので、ぜひお使いください。はい、そしてではスポンサーさんの方を紹介させていただきます。はい、最初はリコミーさんです。はい、今月もありがとうございます、ね、こちらに並べさせていただいておりますけれども、本当に素敵な基礎化粧品、作っていただきましてね、私ももうずっと使ってるんですけれども、本当お肌の調子、吹き出物が出なくなりました。もうそれだけでもね、女性ってなんか1個ニキビができただけでもすごくストレスになったりするじゃないですか。そういうのがねないっていうのは本当に大きいかなと思います。そしてあの今ちょっとちょうど画像出てるけれども、オカマ直伝よもぎ蒸し、これねハーブリーディング付きのよもぎ蒸しなんですね。数十種類の、ハーブを、匂いを嗅いで自分が好きだなと思ったのを選ぶと、今その人の心の状態とかが分かる。でそのハーブを一緒によもぎ蒸しの中に入れてやることで、香りもねすごく良かったりとか、その自分、その人オリジナルのよもぎ蒸しができるということで、本当に好評なんですよね。あのピオの紹介だと、もしかしたらちょっといいことあるかもしれないので、もしよかったらぜひ行ってみてください。はい、そしてあのオンラインショップもねありますので、このリコミーさんの基礎化粧品、よかったらぜひ使ってみてください。こちらもピオの紹介っていうとなんかいいことあるかもなので、ぜひ一言書いて送ってみてくださいね。本当にね、本当に香りもね、ベルガモットの香りなので、女子は大体好きな香りだと思う。なのでね、やっぱり化粧品の香りってすごく大事じゃないですか。そういうところもね、本当にこだわり抜いて、ムサエさんがねこだわり抜いた化粧品なので、ぜひこちらもチェックしてみてください。リコミさん、今月もありがとうございました。はい、そしてなんかここにね不思議なのが並んでません？はい、今月のスポンサーさんの酪農家さんです。はい、ここはね、そう、あのこんな風に
巻き蒸しって言って本当に薪を燃やしてふかしたお芋を使った干し芋。そしてこれちょっとね分かりにくいかもしれないんですけど、ここにさつまいもあるじゃないですか。これを一本丸ごと干した丸干しっていう干し芋を作っていらっしゃるところです。こんな感じでね、いっぱい蒸したものをね、農家のおばあちゃんがね一本一本全部剥いてねそれを干して作ってる、本当に手作業でね大変なんですけれども一生懸命作ってくださっているところなんですね。そう、こんな感じでね全部並べてるの、すごくないですか。本当にねここの会社さんのめちゃめちゃ綺麗なんですよね、色が。そう、こんな感じでふかしたやつをね、後ろでおばあちゃんが一生懸命剥いてるでしょ手作業なの、本当に手作業なの。そうやってね作ってらっしゃるんですって、素敵ですよね。私茨城なんで、あ、そう、酪農家さんの社長さんとおばあちゃんですもうね、で今蜂蜜も映ってるんですけれども、この蜂蜜も日本蜜蜂の蜂蜜なんですって。でも本当に無添加で、そのままのものを瓶詰めしているので、本当貴重でね、予約でしか買えない、もう予約でいつも完売してしまうっていう商品になっております。もう今年も干し芋全部予約で完売で、もう来シーズンになってしまうそうなんですけれども、もしよろしければね来年またチェックしてみてください。今年もありがとうございます、酪農家さん、スポンサーありがとうございました。はい、ということで毎月スポンサーさん募集しております。よろしければぜひご連絡の方よろしくお願いいたします。はい、ということで大変長らくお待たせいたしました。ニヤニヤしてそこにいるけれどもはい、では大変お待たせいたしました。ご紹介いたします。今日のゲスト、衝撃のベビーフェイス、グラビアアイドルの大滝沙羅ちゃんです。どうぞ。はじめましてこんにちはどうもこんにちは、お願いします。よろしくお願いいたします。もう今日は来ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます、ね、顔が映るってね分かってなくて、ね、はい、分かってなかったんですけど声だけかなと思ったんですけど、ね、めっちゃ可愛いでしょ。さすがだよね、衝撃のベビーフェイスっていうそのキャッチフレーズ本当ぴったりだと思いませんか、ね、でも自分ではベビーフェイスだって思ってなかったんです。その芸能を始めて初めて、うんうん、自分がベビーフェイスのこと気づいて。そう、え、周りからとかも言われたことなかった。言われたことなかったです。なんかもともとちょっとメイクが濃くて、うんうん、だけどそのグラビア始めることにあたってメイクがどんどん薄くなってって、うん、ありのままの自分で言ったらベビーフェイスだったって、うん、あ、そうなんだ。じゃあでもめちゃめちゃメイク薄くても可愛いからね。いやいやもうね、可愛いは言われ慣れてると思うんですけれどもでもデビューしたのが去年なんですよね。まだね、まだ1年も経ってないんだよね、うん、ちょうど1年前スカウトされたっていうか、うんうん、あ、そうなんですね。スカウトなんですね、やっぱ可愛いから目立つんですね、はい、あ、そう、こんな感じでね今グラビアのお仕事を、うんうん、大活躍ですよね。 いやいろんな雑誌でね、この間1月も、うんうん、なんだっけ、ヤングチャンピオンさん、あ、そうだ、はい、のセンターグラビア、はい、じゃないですか、すごいあれ、そのセンターグラビアとかってやっぱり特別なんですよね。そうですね、でも今は表紙取れるようにも頑張ってます、うん、でも今年中にはね取りたいですね今、失礼ですけど今おいくつですか。今は19歳です。じゃあもうすぐ成人、はい、もうあとちょっとで、ですね、じゃあもう成人になるかならないかぐらいのうちに、うん、表紙が、確かに誕生日とかに飾ってみたいですね。あ、それ素敵だよねそうなってほしいよね、うん、そうなんだ、はい、でもデビューをして、うん、去年の5月の11日にヤングジャンプさんでデビューさせていただきました。ヤングジャンプでデビューって相当なことですよ。だって普通さ、私もそこまで業界のこと詳しくないからわかんないんですけど、そんな、ま、超一流の雑誌というか、うん、ねえ、確かに運がいいだけです。いや本当にすごいですよね。でもこのね
その顔だからね。いやもうスタイルもめちゃめちゃいいですよね。でもすごい食生活には気にしてます、はい、そうなんだ。例えばどんなところを気にして？基本的に小麦粉を食べないのと、グルテンフリー、はい、うんうんうん、あと塩分はむくみやすい体質なんで、うん、控えてます。あ、そうなんだもうちょっとしたことでね、グラビアとかだとね、確かに水着になるの で、 そうですよ、ね、全部見れちゃうから。あ、そっか。そう、でもじゃあ食べるときには、はい、味付けはどんな感じ？例えば野菜食べるんだったらセイロ蒸しとか、うん、あ、セイロ蒸し美味しいよね。最近は、うんうん、あのここにある感じなんですけど、焼き芋にすごいハマってて、うんうん、もう今日のお昼も朝も焼き芋でした。そうなんだ。そう、なんかインスタでね、あの焼き芋大好きっていうのは書いてあって、うん、なんか炊飯器で自分でやったりとか、やったりセイロ蒸しで蒸したり、うん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 、あともうスーパーで買ったり、うんうん、食べてます。そうなんですね。そうだから、なんかそれをちょっと聞いてたので、あのここに飾ってあるあのお芋もね、うん、あのプレゼントさせていただいたんですけど、さっき食べたんですけど本当に美味しかった。美味しいよねもう冗談抜きで本当に美味しくって、そのね、丸干しっていうのが本当にレアなので、うん、茨城ではねすごいメジャーなんですけど、それ以外の県であまり聞かない、うん、初めて見ました。ですよね、うん、なのでね、あの楽しんで、あの味わっていただければと思います。でもさつまいもハマったのは何なんだろう。なんか急にすごい芋ってすごい。もともとポップコーンが好きで。あ、そう、そうです。なんか前半の頃のインスタを見てると、はい、ポップコーンなんですけど、だよね。でもポップコーンもほぼ毎日食べてます。そのファンの方から、うん、その家でなんかもともと買ってたんですけど、はい、なんか家で作れるキットみたいなのなんですよ。レンジで、そんなのがあるの？そう、レンジで、あのポップコーンの種を入れて、はいはい、レンジでピッてするだけで作れるんです。そう、なんかそれをいただいてからもうほぼ毎日のように食べてます。そうなんだ。多分私の主食はもうさつまいもとポップコーンさつまいも、あ、さつまいもとポップコーンはコーンだからトウモロコシか。なるほどね。そのポップコーンは何食べてるの？もうそのまま食べるか、うん、あとはなんかそれもファンの方からいただいたんですけど、うん、なんかいろんなスパイスみたいなのが全部入ってる。へえ。そう、なんかガーリックマヨ味とか醤油バター、そうなんですね、そういうのかけた味変して楽しんでます。そうなんだへえ。なんかポップコーンっていうと、あの塩味とかバター醤油ぐらいしか、うん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 、あとまあそのなんだっけ、ディズニーランドとかに行くと、うん、キャラメルの味があったりしますけど、ね、昨日ディズニーランド行ってきました。昨日行ってきたんだいいな昨日行ってきました。ディズニーもめっちゃ好きなんですよ、ね、そう、大好きで。でもなんか昨日は制服ディズニー、え、そう、してきました。え、制服制服でディズニーランド行くみたいな。で、高校生の、うんうん、高校の時のお友達と行きました。制服着て？そうです。ちょっと見たかそれは見たなんちゃってだけども、うん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 、そう、ね、コスプレになっちゃってるけど、いいですよね。でも全然まだ行けるからね。でも来たら意外と行けましただよね。だってまだ19でしょ、うん、去年まで来てたわけでしょ。そうです、1年前まで全然来てました。ですよね。だってあれ、高校卒業してすぐにこの芸能界デビューだったんですよね、うんうん、高校生のうちにじゃあスカウトされてみたいな。そうです。でももともと芸能やりたかったんですよ、ずっと。だけど、うんうんうん、なんか私じゃないと思って。え、なんで？え、なんか私じゃないなと思ってそう、それでなんかもともと不動産の専門学校に行ってて、すごい不思議な、そうなんか、あの不動産の営業やりたかったんですよ、本当は。へえ。だけどなんかもうこんな可愛い子来たらさみんな買っちゃうよね、不動産ね。そうだけど、いつの間にか今芸能一本でやってます。そうなんだ。じゃあ、あの不動産鑑定士とか、そういう宅建とか。え、宅建持ってんの？なんか今受けて、あの7点足りなくておっしゃったんですけど、でも来年また挑戦しようかなと思いますこのお仕事をしながら、はい、うわー、すごいな。 それは。へえ。じゃあ、うん、勉強もそのグラビアアイドルのお仕事をしながら結構してる感じですか？やってました。へえ、すごいね。試験はいつだったんですか？試験はいつだったかな、秋ぐらいですか、ね、うーん、そう。
両立させるの大変ですよね。しかもあと7点まで行くって相当勉強したよね。そうだから、うん、来年は行けるのかな。ね、継続して勉強しないと忘れちゃうしね。そうなんですよ、もう多分忘れてると思います。そうなんだ。でもすごい、あ、なんかイメージとすごく不動産とかなんか合わないですね。言われます。あと会った時に身長高いねとか、うん、声低いねとか、あ、それすごい思った。 それだから衝撃のベビーフェイスなんです。なるほどね、はい、確かにそう、そうなんかめちゃめちゃ背が高いんですよ、うん、そうね、身長いくつですか。168センチあります。そうなんだ。それでね、高いヒールの履いてるとね、プライベートとか結構厚底の履くので、うんうんうん、175ぐらいあるから、うん、でもそれだけ身長があったら、うんうん、なんかモデルのね、はい、普通の女性の、ね、うんうんうん、ファッションモデルとかもいけそうですよね。今年はモグラ女子っていうのを目指してて。え、モグラ女子って何ですか。そのモデルとグラビア両方できるモデルさん。なるほど、そう、そういう意味なんだ。モグラ女子っていうんです。へー、面白いね。今年はそのモグラ女子になれるように頑張ってます、うんうん、じゃあなんか女性のファッション誌と両方、うん、できたらなって。そうですよね。今そういうポジションにいる人ってあんまりいなくないですか。前だったババフミカさんとか、うん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 、だけどそのババフミカさんを追って、うんうん、ずっと。そうなんですね。頑張ってます。わー、素敵ですね。そうかそうか、なんかすごいいろいろなことが今、うん、なんだろう、お仕事とかも順調に進んでってる感じだと思うんですけど、うん、だといいです。なんか雑誌とかもね、定期的に毎月。そうですね、もうでもマネージャーさんにも毎月出るようにもう頑張ってください。頑張るんでって。うんうんうん、マネージャーさん頑張ってください。頑張ってください、ね、今近くにいるからね。ねえ、でもそんな風にこうコンスタントにお仕事があるっていうのは、うん、やっぱり自分でもそれだけ努力もされてる。そうですね、うんうん、もう体型維持はもう、うんうん、ずっと頭の中入れて生活してます。そうですよね。もう姿勢もいいしね。いやいや。ダンスやってたっていうのも。そう、ダンス8年間やってました。8年間すごいね。え、何ダンスなんですか。え、もうヒップホップもジャズも、もう全部やってました。そうなんだ。だからなんかそういうダンスとかやってると、うんうん、体幹が整うじゃないですけど。確かにそうなのかな。うんうんうん、そういうのはありそうですよね。うん、でも毎日結構筋トレはしてます、すごい。筋トレっていうのは、うんうん、なんかそういうジムとかに行って。もうそうですし、うんうん、家でもなんかグラビアってやっぱり、うん、あの残すとかは残さなきゃいけないんですよ、そうですよね、胸とお尻は、うんうん、だからそのウエスト引き締めるとか、うんうん、それで、あのメリハリつけるように筋トレはしてます、うんうんうん、え、例えばどんな筋トレされてるんですか。プランクとか。あ、プランク大変だ。そう、え、私もなんかそこまでハードにはやってないんですけど、うんうん、あの筋トレ、タクトレ、うんうんうん、みたいな感じで、あの YouTube 見ながら。あ、私もやってます。そうですよね。やって、あのスクワットとか、うんうん、健康的に。そう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 、やっぱりね、女性だから残すところは残したいですしね、うん、そうです、引き締めたいですよね。引き締めたいです。でも足とかめっちゃ綺麗ですよね。私最初にお会いした時が、うん、あのなんかすごいなんだっけ、ショートパンツかな。そうですね、ショートパンツだったんだよね。だから足に本当に綺麗なおみ足を 見れてですね、私は。そう、すごいなと思って。いやいや、足がまっすぐだしね。うん、うんうん、でもなんか姿勢とかも気をつけてます。あ、うんうん、そうなんですね。と、え、例えばなんか曲がっ、なんか姿勢崩れたらなんか骨盤歪んで足太くなるみたいなのを、うんうん、なんかネットで見て、うん、やばいと思って。なんですね。つけてます。じゃあトレーナーさんとかもつけてトレーニングとかもしたり。たまにパーソナルトレーニングは撮影前追い込んでやります。撮影前にね、はい、撮影前。でもやると全然変わりますか。変わるのかだけど、うんうん、私デビューヤングジャンプさんで1年前、うんうん、5月11日デビューしたんですけど、うん、そっから6キロ落としました。すっごい。え、だって食べるの大好きなのにね。大好きですね。なんかもう食べ放題とか、うんうん、高校生の時ずっと行ってて、うん、そのしゃびよって分かりました。あ、分かる分かる。22人前食べてました。それすごくない。あとシェイキーズっていうピザの食べ放題。あ、分かる分かる分かる。もう32枚食べてぐらい大食いでした。そんなに。そう、
ていうか私子供と行ったけど、うんうん、そこまで食べたことないよ。そう男の子だけど友達と遊ぶってなったらもう、うん、食べ放題なんですよ。もう焼肉キング行ったりとか、うん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 、スイパラ行ったり、だから胃袋がどんどん大きくなって食トレみたいな。そうなんだ。だ戻すのは苦労しましたね、うん、そうですよね。今だってこんなにね体型すごい素敵なのにそんなに食べると。でもそうなんかインスタを見ているとめちゃめちゃ食べるのが好きなんだなっていうのは伝わるから、うん、本当にそうどうやってるのかなってね、いつも思ってたんですけど、うん、だけど私12月6日誕生日なんですけど、はいはい、その誕生日の週から狂っちゃって、うん、もう食べる行事がいっぱいじゃないですか。そうですよ、誕生日終わったらクリスマス、うんうん、お正月でバレンタインとかって、うん、もう今は再建してやばいなって思う。じゃあ気をつけないとですね。気をつけないと。なるほどね。なんかこの間バレンタインイベントでお料理、うん、あそうなんですよ、されたんですよね、はい、何作ったんですか。オムライスを作りました。そうなんか今まで2人前、うんまあ、家族3人家族なんですけど、うんうん、3人まで作ったことなんですよ、うん、だけどそのイベントとなるとファンの方全員作るので、うん、2升分だ。2升分私作ったことないな。2升分のオムライス、なんか給食のおばあちゃんみたいな感じそう2升分作って、へえ、大変でした。だけどすごい楽しかったです、ね、あよかったよかった。そうなんそれはなんかそういうキッチンとかで。そうです、なんかエアビーっていうそのキッチンとか、うんうんうん、リビングもついてる部屋を借りて、はい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 、そこにファンの方呼んで、私が作って、いやなんかケチャップでなんか書いてあげる、ハート書きました。いいな。でもそのケチャップライス作るのにすごいケチャップ必要で、うん、2升分って分かってなかったから、うん、でそのケチャップも全然足りなくて、うん、ちっちゃなハート可愛い。そうなんだね。え、それ食べられたのは何人ぐらい食べられたんですか。12人前かな。うーん、作りました。そうなんですね、うん、結構そういうファンとの交流みたいな、うん、そういうのがはやってます。月に1回、うんうん、第2週の土日どっちかは、うんうん、私食べるの好きなんで、はい、その皿ご飯の会っていうイベントを毎月していて、いいね、かわいいね。そう、なんか前だったら私が考えたメニューを、うんうん、例えばあんバターサンドとか、やっぱポップコーンが好きだったので、うんうん、好きなのでそのポップコーンのそのドリンクとか、うんうん、そうホイップの上にポップコーン乗ってるとか、へー、そういうのを作っ、そのお店に提案して、うん、お店が出してくれるみたいな。あ、お店が出してくれるんだ。そうです。へー、でも手作りは前回初めてで、うん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 、すごい楽しかったのでまたやろうかなって思ってます。そうなんですね。なんかあのインスタでも盛り上がってましたもんねなんか何作ろうかな、どうしようってね、そうそうそう、ずっと考えてましたもんね、何がいいかなって。オムライスでも作るの結構大変じゃないですか。大変でした。あ、コメント、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ギャリソン添田さん、楽しく聞いてます。良い姿勢はスラックラインがいいですよ。体軸なんだっけ、体幹体幹がしっかりしておすすめです。気になればスラックラインで検索してください。なんだろうスラックラインって。あ、なんだっけ、あの紐みたいなのにこう乗るやつかな。違う？わかんない。後で調べてみます。調べてみます。あ、さすが、調べてくれた。あ、やってみたい。見たことある。すごい。確かに体幹使えますね。めっちゃ使うね。こういうのなんですね。ギャリソンさん、ありがとうございます、教えてくれてはい、なんか好きそう、うん、アスレチックとかやっぱ好きそう。そう、アウトドア派なんでうんうん、うん、すごい好きです、体動かすこととか。そうだよね。いやだってね、あれ結構おてんぱなタイプでした。そうですね見るからにそうなんだ。あ、ギャリソンさん、ありがとうございます。あのコメント、あのツイッターじゃない、今 X か、うん、X やインスタにもあの募集してますので、もしよかったらぜひコメントお願いします、はい、ということでちょっとまた話を続けていきたいと思うんですけれども、うん、なんかこの前釣りをやってる YouTube をちょっとちらっと見たんですけど、はいはい、釣りすごいね。釣りでも2歳の頃からお父さんに連れてってもらってて。え、それは釣り堀？釣り船とかもそうですし。船も、え、じゃ船っていうことは海釣り？海釣りも してました。うーん、そう。あとは
梅ゼリーとか結構釣れないこと多いんですよ、うんうん、でちっちゃい頃ってふてくされちゃうじゃないですか。そうですよね。だからたまに、うん、その絶対釣れるみたいな、うんうんうん、その釣り堀に行ってました。あ、なるほどね、うんうん、なんか、ね、釣り堀でこの間は釣ってる動画が上がってましたけれども、うんうんうん、あのマス美味しいですよね。美味しかったです、ね、なんか私すごい田舎育ちなのでそういう釣り堀とか、うんうん、よく行ってたんですよ、うんうん、で父が、本当に釣りの名人だったので、そう川釣りのあゆ取り名人だったんですよ。すごい。なんか手で取っちゃうぐらいのっていう感じだったので川釣りがメインだったんですけど、うんうん、なんかあの桜マスとかさ、あ、はいはいはい、桜マスめっちゃ美味しいんですよ、うんうんうん、なんか鮭の代わりにずっと桜マス食べてたようなぐらいめっちゃ食べてたんですけど、あ、これですね、出てきた。そう、ね、そう大物釣ってたよね、はい、あれはすごかったですね。事務所の先輩がドッキリで来てくれて、ね、ね、こちらもねすごい楽しそうな素のサラちゃんが見れますのでもしよかったらねぜひ見てください, ね、今サラちゃんインスタもすごく頑張ってるんですけれども、うん、はい、あ、サラちゃんのインスタとかちょっと出してもらってもいいですか。はい、そうね、今10万人目指して頑張って、10万人の壁が今来てます、ね。9.8 万人まで今フォローしてください。ぜひぜひ見てる人フォローしてあげてください。ね、目の保養になるから女性もぜひぜひそう、ほぼ毎日投稿しているので、ね、しかも結構長文ですよね。そうです、キャプションにはすごいこだわってますね、うんうん、え、書くこと困ったりとかないですか。やっぱりネタ切れはあります。ありますよね。そうだけどちょっともう日常を振り絞って頑張って書いてます、うんうんうん、ねえ、もうなんか毎日見てて、うんうん、癒されるなと思いつつそう、そう、でもこれを見てて、あ、お芋好きっていうのは私もとても好きなので、うんうん、絶対これは何とか入手しようと思って、昨日やっと入手できたの。嬉しかったんですけどね、本当に可愛いんですよ、ね、ストーリーもこだわってるしね、うん、ほぼ顔がメインになるように、うんうんうん、ですよね、はい、でこれとあとファンクラブも、うん、はい、あります。サラファミリーっていうファンクラブがあって、そのインスタは結構決めて、うん、こういう感じで、うんうん、みたいな決めた私を見れるんですけど、はい、ファンクラブはもう本当に寝起きのすっぴんとかそういうの載せてるの。へー、なんかもうもう今日これ食べたみたいな、うんうんうん、食べてますみたいな。そういいですね。なんかプライベートの私を載せるように心がけてます。そう、インスタでは見れない私を見てもらいたくて、うんうんうん、それはもうファンの人たまんないですよね。そう、じゃあ結構ファそっちに登録してる人も多い感じですか。そうですね、うんうん、結構イベントをずっと来てくださるファンの方は、うんうん、登録してくれたりしてます。そのイベントとかはそのファンサイトの方で募集してるとかっていうことでもない、例えば皿ごはんの会とかオムライスとかだとやっぱその作るのが限りできちゃうから、うんうん、そうですよね、だからそれは最初にファンクラブの方に呼びかけて、うんうん、それでそっから私のストーリーで流すみたいな、うんうんうん、なるほどね、そういう感じなんですね、うん、でも楽しいですね。そう、あとファンクラブはそのインスタは私モデルやりたくって、うんうん、そのあんまりグラビアを上げないことを意識してるんですね。なるほどね。そう、プライベートでは上げないみたいな、うんうんうん、その雑誌が発売したら上げるみたいな、うんうんうん、でだからそのオフショットがあんまり上げれないからファンクラブの方にそのグラビアのオフショットをそう上げたりっていうのをしてます、いいですね。これは絶対ファンクラブ入らないともったいないですね。もうたまんないよね、きっとファンにしたらね。うまいな、さすが。じゃあちょっとまあ、そっちでねファンクラブの方でいっぱい語ってると思うんですけれども、うんうん、例えばこう撮影の時のこう、うんうん、内緒話とかこう裏話とかあれば、あります。もうなんかその撮影ってケータリングって言ってお昼ご飯とかお弁当とかそのいただくんですけど、でお菓子とかもあってその中に、でなんかその編集長の方が私が多分ポップコーンが好きって気づいたのか、なんか5回4回目ぐらいの撮影からポップコーンが出るようになって、よかったね。びっくりしました。ですよね。でなんか前回ヤングチャンピオンさんの
何撮影で、あの私東方シネマ、シネマ、うん、映画館のポップコーンが好き、あ好きって書いてあったね。でそれをもうなんか3つとかもうなんかいっぱい用意してくださって、めっちゃ嬉しいね。天国みたいな感じです。あじゃあそれは結構ああいうグラビアの撮影ってハードだったりしますね、うんうん、だけど結構グラビアってでも普通のモデルさんの撮影とかはポージングいっぱい決めて、うんうん、決め決めって感じだけど、グラビアはなんかもう素の自分を出すので、うん、結構遊びながら楽しく、あそういう感じなのね。すごい楽しいです。いいね。なんかハードなのイメージしてたけど逆でびっくりしました。楽しいですね、まあ、体型位置だけ気をつければ、あそれがね、あとは一番ねむくまないように、むくまないように。なるほど。そう、うん、そっかそっか。その撮影があるまでの、うん、あのなんだろう、まあ、普段からいつも鍛えてると思うんですけど、うんうん、1週間前とかから結構絞ったりとかっていう、はい、しますね、うんうん、私もあさってまた撮影なんですけど、はい、昨日ディズニーランドでめっちゃ食べちゃってやばい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 。そうで、その前々日も私のすごい大好きな友達の誕生日で、うんうん、あなんかお祝いしてたね。でそのお昼もおじいちゃん誕生日でいっぱい食べちゃって、うんうんうん、そうだからちょっと今日明日 でこの芋を食べてむくみ取って、はい、そうお芋食べるとむくみ取れるからね。そう、むくみ取れるので、そう、うん、頑張ろうかなって思ってます。頑張ってでもな、食べ方を変えるとね、うん、お芋もね、うんうん、味変できるからね。本当に美味しいですね。ぜひぜひ、うん、お芋で頑張って、はい、これ食べて頑張ります。、はいねうん、そっか。今でもじゃあ食べ歩きとかそういうことがあんまりできない感じですよね、うん、だけど友達と遊ぶときはすごい食べるようにしてます。あ、逆にそう、メリハリつけて、うん、そうだよね、普段がね、うんうん、ちゃんと節制してるからね、うん、だからもう最近ハマってる食べ物は、うん、タッカンマリっていう鍋があるんですけど知ってますか？中華じゃない、韓国のやつだ。そう、うん、分かる分かる。それはもうヘルシーだし、うん、もうすごい美味しいんですよ、うんうんうん、それによくあのだから一昨日の誕生日、うんうん、友達の誕生日もタッカンマリ、あの写真そうだったんですね。あそうです、そう、鶏肉が一番入ってる鍋なんですよ、うんうんうん、そう、鶏肉ヘルシーだからね。そう、コラーゲンたっぷりだしね、うん、それにハマってます。なるほどね、うん、やっぱり美意識が高いですね。私あの初めてお会いした時に、うん、なんかカフェでお会いしたんだけど、覚えてる、甘酒そうです飲んでて、覚えてる。そう、実はね、うん、そう、あの甘酒麹から作った甘酒ってめっちゃ美味しいじゃないですか、うんうんうん、でそう、私実家が田舎の方なんで、うんうん、そっちって皆さんそれで作るんですよ、麹で。そうなんだ。そうそう、でなんか一瞬持ってきてあげようかなと思ったけど本当にさどうなのかなって思って大好きです、甘酒。そうで、うん、あ麹だったらまだね二十歳になってなくても大丈夫かなとか、いろいろ確かにお酒だから、そう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 って思いながら、うん、そうなんですよ、麹だと、うん、すごい体にいいじゃないですか、うん、そう、確かに甘酒も体にいいですね。ですよね。そう、なんか最初会った時にそれを見てすごい衝撃で、なんか若い子だから、あでも確かにミルクティーとかね、行くのかなと思ったら甘酒みたいな。確かに。っていうか私あれそのメニューにあったの気づいてなくて、私も大好きなんですけど、うん、と思ってあったんだそんなのと思ってだったから余計に、ね、すごい衝撃だったの。そこも衝撃、いろいろ衝撃。本当になんかギャップがありますよね、うん、言われますよくみんなに、うんうん、声の低さは確かに、うん、あのインスタライブの時とかさらに低いもんね。今は結構高めに喋ってくれてるんだけど、インスタライブとかもこんにちはみたいな、そうそう、なんか質問ありますかみたいな感じでね、そうたまにね覗きに行ってるの、ね、嬉しい。そう、かわいいんですよ、とてもとても、うん。でも本当に米返しとかも結構されてますもんね。そう、あんだけのコメント入ってるのに、うんうん、でも本当に全員覚えてますね、もういつもコメントしてくださる方は。そう、あとたまに覗きに行っちゃいます。あ、何食べてんだろうとかファンの方の。なるほどね。そう、もうそうやって交流できるって、だって9万8000人のフォロワーがいてよ、それをやってるってすごくないですか。全然結構見ちゃう、1日10分は見ちゃいますね。あ、そうなのね。何してんのかなって、ただこの人コメント来ないの最近とかもう全然思っちゃいます。
みんな見られてるよ。見てるよ、みんなコメントしてね。ね、コメントしてあげてね。なんかああいうのってやっぱりコメント来なくなると不安になりますよね。生きてるのかなみたいな。そう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 。思いますね。思うよね。そう、覚えてるから。確かに確かに、そういうのはめっちゃありますよね。あと DM とかも全部見てるんですよ。そうなの。なんか今はもう返せなくなっちゃったけど、そうだけど毎日おはようとか送ってくれる方がいて、でいきなり来なくなっちゃったんですよ、どうせ死んじゃったみたいな。それは確かに心配になる。そう、そうそう、見てます。そうなんですね、それは本当に豆ですね。でも今一番力を入れてるのはインスタ。そうですね、インスタグラムですね、でもツイッターもね、もう1万人フォロワー突破してるしね。あ、ツイッターじゃない、X、どうしてもね、私も間違えちゃいますね。そうだから、あの、なんだっけ、リツイートって言っちゃって、あ、今リポストって言うんだなとか。そうなんですか。そうらしいですよ。わかんないの。そうなんだ。リポストって言うじゃないですか。リポストなんだ。そう、あの、なんだっけ、ツイートするじゃなくてポストするなんですよね。だからツイッターじゃないかな。そうだから、そういうことか。なんかリポストっていう連動だから RP になったんですよね。前は RT だったじゃないですか、リツイートだった、はい、それが。そうそう、へ、なので、あ、本当だ、上げてくれて、リポストになってる。でしょでしょ。気づかなかった。あ、なんかちょっと嬉しいぞ。やばい。そうそうらしいですよ。なので、そうなんだ。そうなんです。ね、なんかだからそういう風に、でも SNS めっちゃ頑張ってて、なんか自分で工夫してるのとかってありますか？あります、ね、なんかなんだろう、レールとかは結構頑張ってます、頑張ってるよね、偉いよね。え、あれはどうやって作ってるんですか？自分で編集？そうです、なんか いっぱい素材集めて、でこう切ってみたいな、そう、これもポップコーン持ってるんだけど、ね、そう、こうやって、これはもう一歩の動画で、そう、あ、これなんですよ、用意してくださったやつ。あ、そうなのね。そう、美味しいよね。美味しいですよね、大好き大好き、好きすぎて、映画行かないで東宝シネマ行ってポップコーンだけ買う時とかあります。マジか。でも気持ちはわかる、美味しいよね、めっちゃ美味しい。そう、私もあの息子がすごい好きなので、なんか買ってきて食べたりはします。わかる、美味しいですよね。ね、かわいいよね。なんかたまに大人っぽいのがあったりする、ギャップでね。 あれはあの釣りの時ですね。かわいいのがいっぱい、食べてる時、のが多いかな。そう、食べてるのが多い、これもすごい、このさ、衣装がさ、衣装っていうかこのね、洋服が似合うっていうのはスタイル良くない。ちょっと私ね、いやいや、これ着れないなと思いながら見てたの実は。全然。でもおしゃれですよね、あの、毎回さ、インスタの写真も変えてる。そうです、あの、そう、心がけてるのが、毎回服を違うようにしてます。えらい。そう、アウターとかも大変なのよ、マジで。マジで大変なの。服いっぱい買わないといけないんでしょ。でしょでしょ。そうだけど、なるべく服かぶんないように気をつけてます。偉すぎる、めっちゃ偉すぎる、本当に。私なんかそれ前すごくそれに苦労してたので、だから大変ですよね。見て相当頑張ってるなって思って。そう、あと毎日投稿しなきゃいけないから、毎日出かけなきゃいけないから。そうですよね。ネタを考えるのがね、大変ですよね。本当にだからめっちゃ努力してるなと思って。でも今いろんなレッスンとかも受けたりしてるんですか？これからは演技も頑張りたくて、演技やったりいろいろしてます。そう、滑舌もね。そう、滑舌も、え、悪いんですよ。え、そうなんですか？そうなんですよ。え、なんかその事務所のマネージャーさんにも悪すぎみたいな、でその事務所の社長さんにもその滑舌のトレーニングの本いただいて、もうそれを毎回やってます。あ、そうなんですね。今日すごい綺麗だなと思って、レッスンの成果が出てるかもしれないですよ。マネージャーさん頑張ってるって。頑張ってます。みんな褒めてあげて、褒めてあげて。褒められるとね、伸びるタイプです、きっと。はい、褒めてください、ね。なので本当にすごいなと思って、そういうなんかコツコツ努力するのも好き。好きですね。もう自分の将来に必要なことならやります。なるほどね。頑張れます。素晴らしい。そう、なんかアクセサリーとかもすごい好きなんですよね。そう、大好きです。でもそう、最近は、で高校卒業した瞬間に、
ゴールドに描いたんですよ。なんか大人そうなのね。そう、今日逆に私シルバーなんですよ。本当だ、シルバーにしてきた。そう、なんかゴールドって言ったから、うん、ゴールドで揃えるかシルバーにするか悩んで、今日はシルバーのアクセでそうそうやってきました。そうそう、私もねこんな感じでやってます、うん、なんかこういうのを探すのとかはなんだ、お友達とかと行ったりするの？あとは自分で？なんかすごい、例えばこの指輪とかは、うんうん、私が芸能デビューして頑張ってねって言って買ってくれたもので、うん、そう、お父さんが。素敵。で、そうで、このリングは、うんうん、そのヤングチャンピオンさんでセンターグラビア、あ、はいはい、撮った時にご褒美で買ってくれたみたいな、そういうご褒美、節目節目でいいですね、プレゼントしてくれる。わー、素敵素敵。いいな、いいな。うん、あのご家族とめちゃくちゃ仲いいですよね。そう、仲いいです。毎週木曜日と日曜日、うん、仕事がなければご飯一緒に行ったりしてます。あ、そうなんだ。じゃあ今日ごめんね。あの今日はだからお昼一緒に行ってきました。よかったよかったよかった。そうそうか、そう、なんかよくお父様の話とか、うん、お母さんの話とかが出てくるから、うんうん、あ、本当に愛されて育ったなっていう。すごい仲いいです、ね、でもお父さんがこうグラビア見てるのってちょっと複雑な気持ちになります、ね、でもみんなにも自慢でみんなに言ってるんじゃないですか。お母さんは結構すごい嬉しがってます、うんうんうん、ですよね、うん、周りも結構芸能の友達とかが多いって聞いたんですけど、逆に私以外、うん、全員やってるみたいな感じで、私だけずっとやってなかったんですよ。じゃあ逆に待った分ブレイクしたって感じなのかな。全然そう。なるほどね。そう、だから逆にその周りがやってるから、うん、あ、自分じゃないのかもみたいな、で、うん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 、一時期だけど芸能には興味あったから、うん、スタイリストさんとかヘアメイクさんになりたいなと思ったんですよ、うん、そうなんだ。だからメイクがとっても上手。本当ですか、うん、そうだから、あとでちょっとそう、なんかさっきメイクの話も聞きたいなと思いつつそう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 、メイクめっちゃ本当ですか、うんうん、好き。でもいつも15分ぐらい。あ、そんなもんなんだ。そう、髪の毛にも時間かけてですよね。さっきもすごいね、丁寧にねアイロンしててね。ね、アイロン大事ですよね。アイロン大事ですね。ね、私もすごいなんか今美容室月に1回通って、うんうん、っていうかね、うん、1回すっごい痛めちゃったんですよ。うんうん、なんか合わないところでやっちゃって、うんうん、でなんか今一生懸命ツヤツヤに直そうと努力しているところ。トリートメントとかですね。もう綺麗ですよ。そう、でも逆に私、うんうん、高校卒業したら金髪にしたくて、そう、あの芸能やってなかったら、うんうん、でそれでブリーチする予定だったけど、うん、そのままデビューしちゃったから、そう、デビューしちゃったから一回も染められてないんですよ、ブリーチとか。そう、黒くはちょっと染めたりしてるけど、うんうん、そう、だから綺麗なのかな。なるほどね。そう、染めてないから。そう、ないのか。なるほど、それは大きいよね。うん、私なんかすごい痛い、ストレート、うんうん、宿毛かなんかですごい痛んじゃって、逆にだからすごい苦労してたので、うん、いいなと思って、本当にツヤツヤなんですよ。あのね、髪のなんかスポンサーなんかあればね、いいね。本当に綺麗な髪をしているので、よかったらそういうの待ってます、お仕事。じゃあさらちゃん、今後の夢とか目標とかってありますか？もう先ほども言ったんですけど、うんうん、今年はもうモグラ女子に絶対なることです、うんうん、モデルとグラビア、あとはやっぱ演技も挑戦できたらなって思ってます、うんうんうん、演技もね、うん、そうっていうか、本当ですか。あとバラエティもぜひやってほしい。そう、バラエティも出たいですね。そう、私 NG がなくて嫌いなものもないんですよ。だから嫌いな食べ物もないし、うんうんうん、だから虫もいけるし、虫いけんの、高いとこもいけるし、絶叫も乗れるし、そう、嫌いなものがないんですよ。すごいね。そう、だからちょっとバラエティやってみたいな。ぜひバラエティのオファー待ってます。なるほどね。そうかそうか、それはすごいな。え、あと今後なんかあの言える範囲でいいんですけど、うん、こう掲載予定とかそういうのがもし分かってるのがあれば。そう、明日そのドルチェ。あ、そうですね。ありがとうございます。明日ドルチェが発売日なので、はい、この中でグラビアをされてるんですね。はい、もう普通にコンビニとかでも売ってるよね、このドルチェとか本屋さんとか、本屋さんとか、はい、売ってると思うので皆さんぜひ見てください。ぜひ購入してサラちゃん応援してあげてください。
ね、うん、早く表紙が見たいです。そう、表紙絶対撮ります今年、ね、まあもう間もなくだとは思うんですけれども楽しみだね、うん、頑張りますもしあの表紙なってる時にはみんなで買いましょう、はい、応援してください、とりあえずまずはインスタをフォローしてあげてください、うん、そしてあのツイッターもツイッターじゃない X をフォローするのと雑誌掲載された時に必ず購入してあげると、はい、一番それが、ね、お願いします。あとハガキも書いてください。 あるんですよ、裏に大滝沙羅って。そうなの、ハガキだって。そういうのを送っていただけると表紙につながるのでいや、できることって結構ファンの人ができることってあるんですね、はい、うんうん、だからもうずっとイベントとか来てくださるファンの方はすごい応援してくれてますね。あ、なんかそういうのってジンとしますね、嬉しいですね。なるほどな、 そっかそっか、まあ、いろんな形であの本当に応援していけたらいいなと思っております、うんうん、本当に今日ありがとうございました。ありがとうございます、はい、では、そろそろもう間もなくあと5分で番組の方終了なんですけれども、うん、まず来月のゲストのご紹介させていただきます。来月はなんとですねまさかまさかの方がちょっと出てくださることになりまして、うん、出るかな、あ、お願いします。画像、はい、すごいことはあっさり起こる。夢実現プロデューサーの山崎匠さんとクリアリングマイスターのタミーさん、お二方出ていただきます。あの今回はあのいつも生放送なんですけれども、匠さんがもうね世界中飛び回ってらっしゃるので、うん、あの日本にいらっしゃるタイミングということでちょっと収録放送にはなってしまうかなと思うんですけれども、あの出演してくださることになりましたので、ぜひ皆さんお楽しみに、ね、普段なかなかこういう場に出てこない方なので貴重だなと思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。あの質問とか前もっていただいておくとあの答えられると思いますのでね。で、たくみさんいっぱい、もうリールもめちゃめちゃバズりまくってて、 TikTok もすごく今バズってらっしゃるので、ぜひ皆さんあのお楽しみにそう、なんかたくみさんなんだっけ、え、今日本にいるのかな、こう海外にしょっちゅう行ってらっしゃって、娘さんが最近 TikTok デビューしてなんかやってらっしゃるんですよね。うん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 、っていう感じなのでぜひお楽しみに。そしてごめん、あの最初にちょっとあの告知を忘れたので、ずっと流れてたこの BGM ちょっと紹介させてください。すいません、あのピオのオリジナルソングなんですけれども、あのラッパーのケンケンさんとチャオさんと私の3人で作った曲です。あの私の誕生日にね2人がプレゼントしてくれた曲なんですけれども、あの前を向いて歩いていこうよっていうコンセプトだけ作っておいて、みんなで歌詞をとそれぞれのパートを作ってあの作った曲です。よかったらねぜひ皆さん聴いてみてください。そう、今ケンケンさんがまた4月ぐらいに新曲が出るということで今楽曲制作中なんですけれども、ケンケンさんのリンク出してもらってもいいですかね。あ、ごめんなさい、ね、ケンケンさんのオリジナルソング大切なもん今絶賛発売中ですので、よかったらそちらもね各サイトからご覧ください。そしてあ、出たこの真ん中のねリンク欄のところからねいろんなサイトで聞けますので、もしよかったらぜひ聞いてみてください。はい、そしてチャオさん、今エイプスとして活動していて TikTok めちゃめちゃバズり倒しておりますけれども、はい、今度2月は24日だったかな、エイプスのライブがあるそうなので、ぜひそこも、今度はどこだっけ、静岡の焼津でライブをするって言ってたので、よかったら盛り上がると思いますので来てみてください、行ってみてください、よろしくお願いします。ごめんね告知遅くなって怒んないで、昨日チャオさんから連絡があったんだ久々に、うん、だったのでよろしくお願いいたします。ということでそろそろもう番組終わりですけれども今日どうでしたか。楽しかったです。あ、よかった、何よりもうなんか喋りたいことがいっぱいあったので、うんうん、そう、なんかいろいろ聞けて嬉しかったです、はい、私もありがとうございますまたこれからも仲良くしてください、はい、何かファンの皆さんに一言あれば。明日ドルチ発売なのでみんな買ってね絶対買うんだよ、買ってね
楽しみだな、どんな、ね、グラビアが載っているのか、うん、ね。ということで本当に今日はサラちゃんありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しかったです。よかったです。また来月は3月17日放送予定でございます。ぜひ皆さんまた楽しみにしていてください。じゃあ今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。来月も楽しみに。じゃあ本当にサラちゃんありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。